Ciao tutti, come state? こんにちは、ラクチヌサチ、藤野幸子です。今日もありがとうございます。今日はですね、じゃじゃーん。はい。今、美味しいですね。いちごです。なんとこれ280円。もっと本当あったんですけど、食べちゃったんですけど、で買ってきました。ちょっとね、不揃いなんですけども、とちおとめですね。美味しいいちごでした。で今日はね、これをちょっとアレンジしましてですね、簡単で美味しいいちごミルクを作っていこうと思います。まあいちごミルクってなんだと思っちゃうんですけどもね、まあ、私90の父がおりまして、よくですね、なんかいちごにお砂糖かけてね、ミルクかけてみたいな感じでね、で食べてたのをね、まあ、私も小さい頃食べていましたけども、今日はそれをですね、まあ、次世代に向かってですね、またアレンジしてちょっとリメイクして皆さんにご紹介していこうと思っております。とても美味しくて簡単なんでね、よかったらぜひ見てください。詳しいね、材料配合は下のね、概要欄の方に書いておきます。でちなみにですね、私ラクチヌサチという料理教室をやっているんですね。で、そちらではですね、こちらにないようなスペシャルなメニューですとかで、ね、質疑応答などもやっておりますので、ご興味ある方は、それも下の方に書いておきますので、よかったらご覧ください。それではちょっと前置きがなくて申し訳ございません。それでは始めます。後ほど、ちょんちょん。それでは今日はこのいちごを切っていきます。見えてなかった、すいません。こんな感じに切ってます。大変失礼いたしました。ちょっと見やすいようにこのボウルに、ガラスのボウルに今日は入れてみたいと思います。そして今日は甘夏ですね。甘夏を切るときにはまずは上と下、これをこういうふうに切りますね、切ります。この周り、ここをですね、こういうふうにね、なるべく、身を取らないようにして、で、あとこの少しずつこんな感じで切っていくと、ちょっとレストランみたいに綺麗に切れるんですね。もちろんね、これがね、ちょっと大変っていう人はね、手で剥いてもらってもね、全然 OK です。もうなんかすごいね、いい香りがしております。今が旬でございます。はい、あとはね、今日は夏みかんですけど、夏みかんじゃなくて好きな柑橘でやっていただいていいです。例えばみかんとかね、ちょっと高級なのだとデコポンとかね、そういうものでいいです。でちょっと種はね、取っていきますね。種はいらないので取っちゃいます。で切るときにこうちょっとこうやって、ここ半分、よいしょよいしょってこうやるとね、取れやすいですね。そして無駄がなくね、取れるんですよ。はもう一回片方のとこだけちょっと切れ目を入れて、であとここはね、ちょっと種は取ってですね、よいしょってやると、ほらこっち側とっても綺麗に取れるんですよ。この食べ方はね、実はうちの父がですね、いつも夏みかんを剥いてですね、それにお砂糖かけて牛乳かけてたっていう、そういうね、オリジナルが実はあります。でそのオリジナルをですね、ちょっと私流に、次世代としてですね、でこの端っこについてる方ね、反対側についてる方もね、もったいないから全部ね、入れちゃいましょうね。あとこの残ったやつね、これ、はい、これはですね、絞っていきます。はい、結構汁が出ますね。でこちらで、よいしょ、こちらはですね、本当は美味しいね、ピールになります。これはね、別の動画でもご紹介しておりますので、よかったらご覧くださいね。ちょっとお片付けしますね。はい、このままちょっと30分ほど置きますね。そしてこちらはね、ちょっと捨てるのもったいないので、無農薬なので甘夏のピールにしてみたいと思います。こちらのね、作り方は動画の他の動画でもご紹介してますので、よかったらご覧ください。ああ、なんか最近ですね、なんか何もないところで転びそうになってしまいます。危ないですね、皆様お気をつけください。はい、失礼しました。こちらがですね、先ほど作った、これまあなんだろう、シロップ漬け、お砂糖漬けですね、まあイタリア語で言うと、ま
これちょっとね、黄色と赤なんで黒いお皿が映えるかなと思ってちょっと黒を用意しました。これなんとね、ストーブのお皿なんですよ。 S ストーブ STAUB というふうに、ね、文字が実は入ってストーブさんなんですね。で、今日はこれをですね、まずこのこれこういうふうにね、まず汁もですね、一緒にですね、入れます。こんなに汁が出てきてますよ、ザーッとね。ね、このままで実は美味しい、美味しいです。ここでも美味しいですよね、ほんと。でもこれね、やっぱり置かないとこれだけ汁がね、出てこないので、ね、ぜひね、置いてみてくださいね。はい、いちごミルクですからね、ミルクが必要ですね。はい、そしてですね、ここにちょろちょろちょろっと、まあほんのちょっと、私は父はね、バーってね、牛乳の方が多かったような気がいたしましたけど、そこでですね、あ、フォーク、ちょっと失礼しました、フォークがないので取ってきます。はい、昔ながらの道具でございます。これをですね、使ってちょっとね、潰してあげるんですよ。これをね、よ、少しね、分離気味になるんですよ。なぜかというとね、この柑橘が入ってますからね、この柑橘の酸がね、実は牛乳をね、分離させるんですね。ちょっとこんな感じでも、それでも構わないんですよ。美味しい、これだけでいいんじゃないかって感じがします。でね、あとはね、お好みでですね、もうちょっと甘いの好きだなっていう方はここにね、蜂蜜とか、あるいはですね、まあ、お砂糖でもいいので、パラパラってかけて、さらにお酒が好きな人はね、これブランデーとかキルシとかポアントローとか、お好みのリキュールかけて召し上げてみてください。とても美味しくなります。はい、ということでですね、こちらでは最近さらに簡単になっておりますけども、簡単で美味しいお料理、お菓子、パンなどなどをご紹介しておりますのでね、よかったら、またですね、いろいろ、あ、そうそう、このこれ、これもありました。これのことはちょっとね、まだ今日できなかったんですけど、これは甘夏ピールですね、作ろうと思ったんですけども、これはね、作り方他の動画にも書いてありますのでね、まあ、よかったらチャンネル登録、そして高評価していただけると大変に嬉しいです。またね、お待ちしてますね。ありがとうございます。